はい、どうも、浮屋のゆうきです。ということで、今日はですね、先日動画で上げてたおそ松さんの映画を見に行った時に買ったあの他のアニメのグッズだったり、物を紹介して、あと開封マンデー、それをねやっていこうかなと思います。はい、まず、HMV にあの行ったんですよね。その時に買ったものを、まず1つ目、こちらジュース回線のポテトチップスですね。こちらがねまだあったので、これをね3つ買ってきました。ちょっとトゲが欲しくって、これね前ね前回ミニキャラの SD の方のトゲちゃんも出たんですけど、闘神が欲しくてこれ3つ買ってきました。で、次がおそ松さんのやつが売ってて、まずこちら、じゃん、ジュース松のハンドタオルです。これなんかね FC 限定のやつみたいなんですけど、受けたんでこれちょっとゲットしてきました。ほんと可愛すぎる。はい、で次が6周年ということで、こちらのおそ松さん6周年記念グッズメタルキーホルダーということで、こちらをゲットしてきました。可愛くない？これめっちゃ可愛いと思ってこれで買っちゃった。はい、そして次こちらクリアファイルですね。6周年のクリアファイル、こちらもゲットしてきました。この6周年記念グッズのクリアファイルですね。こちらもゲットしてきました。で、次がねこちら6周年の記念グッズトレーディング缶バッジということで、こちらも2つゲットしてきました。そして、トレーディング缶バッジ3期の本編カットの、残ってたのがね少なかったんで、第3期本編カットパート2と3と4ということで、これね1個ずつ買ってきました。はい、これちょっとまた後から開封できます。で、次がですね、ちょっと行ったアニメーターに行ったんですよ。アニメーターでもおそ松さんのあのちょっとイベントやってたんでちょっと行ってきたんですけど、そこで購入したものを紹介します。はい、最初これなんだこれは、アニメートオンリーショップのやつですね。こちらクリアファイル、はい、こんな感じで可愛くない？マジで可愛い、ほんと可愛い。はい、こんな感じでクリアファイルと、次こちら、これもアニメートオンリーショップのジューシマスセットですね。缶バッジとアクキーとこのスライドポーチが入ってるやつですね。こちらをゲットしてきました。可愛くない？マジで可愛い、もうこのまま飾れるじゃんと思ってこれ買ってきました。そして次ステッカーですね。アニメートオンリーショップの樹脂松のステッカーをゲットしてきました。もう可愛い、本当に可愛い。そして、アニメートオンリーショップのトレーディング缶バッジを4つ買ってきました。4つですね、4つ買って、はい。そしてこのねおそ松さんのエコバッグですね、こんな感じデザインを買ってきました。映画でもねエコバッグ買ったのに、ちょっとアニメバージョンも欲しくてちょっと買っちゃいました。これ可愛いと思って、はい、ということでおそ松さん買ってきました。で、ちょっとはっきり覚えてないんだけど、いくらかに1枚2000円か3000円かどっちだか覚えてない、に1枚ポストカードが3000円だかな、3000円に1枚かポストカードがもらえるということで、2枚いただきました。ということで、ちょっと私これも見ちゃったんですけど、まず紹介、1枚目紹介します。せーの、おい、はい、ということでおそ松さんですね。おそ松さんのこれスーツバージョンの方のおそ松さんが来てくれました。はい、ということで2枚目が、はい、ということでこっちはカラマツ、はい、スーツバージョンのカラマツですね。はい、こちらどっちもねスーツバージョンということで、これスーツバージョンとこのさ、ムツゴのこの柄のやつを確かあったんですよ。はい、スーツバージョンのおそ松とカラマツでしたね。はい、こちらいただきました。で、次がちょっとねまたね若干肩の通り目もだから、それも紹介します。はい、こちらですね、 IC カードステッカー、これねバジックのやつはね、ま、前にねあやかでもらったことあるんですけど、三谷くんがあったんでちょっと買ってきました。しかもこれね半額だったの、 50% オフだったんでちょっと買っちゃいました。はい、そして前回出なかったこちらのトレーディングアクリルキーホルダーの恐竜バージョンを2つまた買ってきました。そして猫と一緒バージョンの缶バッジの方を買ってきました。もうこれアクキーの方は売ってなかったんですよ。だから缶バッジの方だけ
はい、これまた三ツ矢くん狙いでね、ちょっと2つ買ってきました。出てくれると嬉しい。そしてあんまりここでは言ってないと思うんですけど、私ヒロアカも見てたり好きだったりするので、ちょっと気になって買っちゃったやつがあって、まずこちらキャラバッジコレクションの缶バッジですね。こちらを買ってきました。ちなみに私のヒロアカの推しはかっちゃんなんで、かっちゃんが来てくれると嬉しいなと思って2つ買ってきたのと、トレーディングミニ色紙ですね。こちらの色紙を2枚買ってきました。これもね、このかっちゃんかわいいと思って、これかわいいと思ってこれ2枚買ってきました。はい、これかっちゃん来てくれると嬉しいなと思って買ってきました。まずね、呪術廻戦のボレオシップスのカードから見ていきます。ちょっと一旦先にここ切っちゃってます。はい、じゃあ行きます。せーの、ほい。あ、マキさんだ。マキさん出てないな。出てない、なんだと解けたと言いやする。マキさんが来てくれた、かわいい。はい、次2個目、せーの、ほい。お、ゆとうさんだ。かっこいいよね。あ、はい、ゆとうさんが来てくれました。はい、3つ目ラスト、タケコイ、せーの、ほい。あー、かぶったと、あ、違う、ゲトウさんでした。トゲじゃなかったんだけど、ゲトウさんです。かぶっちゃった。そっかそっか。よし、結構ゲトウさんが来るよね。多いんですよね。はい、じゃあ次ね、HMV で買った方のおそばさん開けていこう。どうしようか、先に場面からいいですか。本編からいこう。よし、じゃあまず、おそ松さんのトレーディング頑張って、この、本編の方のパート2の方開けていきたいと思います。はい、まず1つ目いきます。1つ目っていうかパート2いきます。せーの、ほい。誰だ、トッティかな。はい、ちょっともう1個調べてあげる。やめよう、多分トッティな気がするんだけど。はい、こちらが来てくれました。かわいい。ちょっとこう得られたらさ、分かりにくくなるね。多分トッティだと思うんだよな。はい、次パート3の方を開けていきます。はい、いきます。せーの、ほい。お、おむすびじゃん。かわいい。おむすびが来てくれた。これお正月とかその辺だよね。いい、かわいい。はい、次パート4の方開けていきます。いつか、いきます。せーの、ほい。ん、あ、これはチョロと市松かな。はい、こちらの開けました。はい、よいしょ。ケイだな。アニメのなんだ、画面のやつは終わりです。次ね、こちら6周年のグッズの方開けていきたいと思います。はい、1つ目、せーの、ほい。おう、ダヨンだ。ダヨンが来てくれました。はい、こんな感じで。はい、ラインナップを全然覚えてなかった。はい、2個目いきます。せーの、ほい。お、パパさんじゃん。おそ松六つ子のパパさんが来てくれた。はい、お、すごいな。これさ、全部するとめっちゃ可愛いやんね。はい、ということで次がこれ HMV で購入した分はこれで終わりです。で、次がね、なんだっけ、アニメイトで買ったやついきます。アニメイトで買った先におそ松さんの方行こう。このアニメイトオンリーショップのトレーニング缶バッジ、これ全12社だったんですよ。こちらから買っていきたいと思います。はい、行きます。まず1つ目、せーの、ほい。あ、あ、ジュース松、ちょっと待って、嬉しい。やった、ジュース松来た。くっそ嬉しい。やったね、めっちゃ嬉しい。やった、ジュース松が来てくれました。最高くない。2個目、2個目もジュース松来います。せーの、せーの、おい。はっ、ジュース松、待って、同じやつ。やばいやばいやばい、そんなことある。いっぱい中から取ったんだよ。やだ、すごい、ジュース松が2個も来た。やばすぎる。はい、3つ目、いいんじゃない。いきます、せーの、ほい。え、は、あ、これ重視物しかなかったの。待って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 、重視物3つ、マジ
ジ？やば、そんなことある。ちょっと待って待って、やばい。はい、ラスト1個、4個目いきます。せーの、ほい。お、よかった、チョロマツです。チョロマツくん来てくれました。こっちのね、ジューシーマツ欲しかったんだが、はい、チョロマツくんが来てくれました。ちょっと安心したわ、ちょっとびっくりしてきた。やばくない？3つ来た。え、めっちゃ嬉しいんやけど。やだ、ジューシーマツがいっぱい来た。やったね。はい、ということでおそ松さんのね方は終わりです。あとはね、通り部と、ヒロアカがね、さっていきます。はい、じゃあまあ通り部行こう。通り部のこれからいきます。恐竜バージョン、はい、それ3つやつにしてほしい。待って、ジューシーすごい引きが良かったけん、くんじゃない、いいんじゃない、信じよう。1つ目、せーの、ほい。あ、マイキー、これかぶったわ。これ前回出てますね。でもいいわ、可愛いから。はい、次いきます。知ってほしい。せーの、ほい。あ、地冬、かわいすぎる。え、やばい、地冬じゃん、かわいい。はあ、やば。はい、じゃあ次こっち、猫と一緒の缶バッジの方に行きたいと思います。マジで来てほしいよ。はい、一つ目、せーの、ほい。お、タケミッチ、タケミッチが来てくれた、かわいい。わあ、猫についてられてんだ、かわいいな。はい、2個目いきます。2個目、ラッセーの、ほい。うわ、引きとアップだ、タケミッチ、やばそんなことある？なんか私結構そういうの多いな。はい、ということで通り終わり。次はね、ヒロアカの方に行きたいと思います。じゃあまずこっち行こうかな。キャラバッジコレクションの方から開けていきたいと思います。よいしょ、かっちゃん来い、行きます。せーの、はい。お、エンデバー、赤すぎん、びっくりした。エンデバー来てくれました。そのラインナップこんな感じで6種類なんですよ。確率的にはね、いいんだけど。はい、エンデバーでしたね。はい、次、やばい、急がないと時間が、あ、やばい。はい、2つ目、せーの、ほい。今日な、そういう日かぶるんかな、すごいかぶる。エンデバーが2個目ですね。エンデバーが来てくれました。はい、次ミニシキシいきます。こっちはカッタにしてほしいよ。どっちだい、こっちかな、こっちかな、かな。はい、いきます。せーの、ピッ。おう、お茶子ちゃんだ。お茶子が来てくれた。あー、かわいい、かわいい。私、お茶子ちゃんよく来んだ。はい、お茶子が来てくれた。次、まじでかっちゃん来い。はい、次いきます。2個目、せーの、はい。あ、かっちゃんだ。ちょっと、やばい、バクゴンのかっちゃんが来てくれたよ。わ、めっちゃ嬉しい。これめっちゃ美味しかったっけ。やったー。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。